った大栄はその裏、昨日華々しいデビューを飾った2番井口、近鉄先発高田のシュートを弾き返し、ルーキーがチャンスを作ります。そして大道、甘く入ったスライダーを逃しませんでした。井口が一気にホームイン、1点差にします。しかし高田は持ち味の緩急をつけたピッチングで徐々に調子を上げます。大栄打線はその変化球を打てず、1点差を縮めることができません。打線の援護を待つ大栄先発若田部、我慢のピッチングを続けてきた6回、ローズにいきなりの2号ホームラン、追加点を許します。続くクラーク、詰まりましたが飛んだコースがよくツーベースヒット、ランナーが三塁に進んだところで王監督木村に変えます。その木村、これ以上の追加点を許せない場面で鈴木に簡単にヒットを打たれ、さらに1点、追い上げが期待された大栄、わずか4安打に抑えられ5連勝はなりませんでした。大栄先発は8年目の田上、まだプロでの勝ち星はありません。1回いきなりノーアウト満塁のピンチ、ここでローズ、ベンチが思わず目をつぶったあたりは幸運なダブルプレー、田上ピンチを切り抜けます。1点をリードした大栄は3回、4番小久保、近鉄先発小池のストレートを狙い打ち、同じ25歳の田上を援護したかったという10号ツーランホームラン、大栄3対0とします。2回以降はキレのいいスライダーでヒット3本に抑えていた田上、8回武藤にそのスライダーを打たれます。タイムリースリーベースヒット、さらに犠牲フライで2点差に詰められた田上、マウンドを譲りリリーフ陣に託します。その後佐久本、補正がピシャリと抑え、田上に待ちに待ったプロ入り初勝利をプレゼントしました。チームの雰囲気もいいんで、このまま自分も波に乗れたらいいと思います。あれはいろいろ言うけど、こっちはもう全然選手たちも勝ち負けのこともこだわんなくしかね。大栄3回に先手を取ります。ノーアウト1塁で3番大道、ヒットエンドランが決まって3塁1塁、西武先発ギブンスを揺さぶります。このチャンスに4番の小久保、甘いカーブを逃しませんでした。2試合連続の11号スリーランホームラン、大栄3点を先制します。4回に1点を加えた大栄はさらに6回、二塁ランナー村松が三塁へ、ワンアウト三塁一塁となって大道、この試合3本目のヒット、村松を返します。さらに2アウト満塁で湯上、大栄卒のない攻めでこの回3点を追加、7対0と大きくリードします。大栄先発武田は最速146キロのストレートとキレのあるスライダーで安定したピッチング、このところ大当たりのマルティネスから2つの三振を奪います。武田は西武打線をヒット5本に抑え2試合連続の完封勝ち、大栄西武の連勝を止め再び首位に立ちました。攻防第2ラウンドはそこまでやるかということのライオンズバッティングショーでスタートです。1回ワンアウト1塁2塁で4番鈴木健がうまくレフトへ運んで得点賞の幕開け、続くマルティネス、とりあえずタイムリー内野安打で打点1つを稼ぎます。2回に入ると大友タイムリーの後、今日3番に入った金村が蒸し暑くて大変ですよと言いつつ4点目のタイムリー、続く鈴木健のタイムリーで大栄先発ウエストを44球で沈没させました。6点取っても気が済まないライオンズ打線、4回以降も打ちまくってまさに一方的な西武劇を展開します。7回ランナー2人を置いて6番佐々木が15点目となるスリーランをライトスタンドに打ち込みます。この一発でさらに勢いがついたレオ打線、こうなると残る楽しみは記録。9回高木大成のタイムリーで松井がホームインすると、プロ野球史上12年ぶり6度目の毎回得点、仕上げは大記録、払いのヒットがプロ野球新記録の1試合29安打となってライオンズバッティングショーが完結しました。
昨日は日本新記録の29安打を許したホークス。雪辱を中4日のエース工藤に託します。その工藤、嫌な流れを断ち切るように立ち上がりから気合の入ったピッチング。低めにコントロールされたカーブとマックス145キロのストレートで昨日大爆発したライオンズのバッターを寄せつけません。3回、伊藤の内野安打で初めてのランナーを許しますが、払いはストレートでバッサリ。奈良原は注文通りのダブルプレーでエースの貫禄を見せつけます。このエースの力投に4回ホークス打線も応えます。この回トップの浜田が俊足を飛ばして一気に三塁まで進むと、大道がきっちり犠牲フライを打ち上げ、エース工藤に先制点をプレゼントします。8回には2本のヒットで二塁三塁のピンチを迎えますが、ここでも踏ん張り、試合は工藤の完封ペース。しかし9回、ピンチヒッター垣内にヒットを許すと、金村のピッチャーゴロをまさかの悪送球。ダブルプレーのはずがなんとノーアウト一塁三塁。ここで鈴木健には犠牲フライを決められ、工藤土壇場で同点に追いつかれてしまいます。これで息を吹き返したライオンズは延長10回、ワンアウトフルベースから高木宏之がついに勝ち越しのタイムリーヒット。ホークス、これで延長戦5連敗です。ライオンズ勝ちスタメンですごい満塁ホームラン打たれて、あれは劇的でしたね。期待されてるバッターはね、選手でしたから、もうやっぱりやってくれたなっていう感じですね。見せちゃいますか。なんかすごいね。すごいですね。やっぱこんなバッターになってほしいっていうのがあれば。そうですね。3割30分30通りですね。そうです。それでこちら今昨日の試合なんですけれども、ライオンズとの対戦だったんですけれども、1打席目が三振で、これが2打席目も空振り三振でですね、ちょっと。はい、昨日ずっと1点先行してたんですけどね。そうなんです。あと1点昨日追加点が入ってれば、ね、勝てた試合なんですよ。そうなんです、うん、でここもですね、同点に追いつかれたところで打ったので、あっと私も打ち合えてますね、打ったかなと、はい、前進してますね、外野それがね、はい、福岡ドーム広すぎます。広いんですよ、はい、ちょっとがっかりだったんですけれども、昨日はまた快進撃を続けるためにはニューヒーロー井口の活躍が必要なホークスですが、その井口がバッターボックスに立つ前にホークス先発浜際が立ち上がり、いきなりピンチを迎えてしまいます。ワンアウト二塁からホークスのもう一人のニューヒーロー城島がパスボール。これでワンアウト三塁になってしまいます。ここで堀が動揺した浜際からジャストミートのタイムリーヒット。マリーンズが1点を先制します。しかしホークスはその裏すぐに同点にし、さらに2回には吉永が流し打ちの第6号ソロ。ホークス9年目でチーム通算1000号となるメモリアルアーチであっさり逆転します。マリーンズも3回ツーアウト2塁からまたもや堀がセンター前に弾き返し、これで2対2。追いつかれたホークスは4回ワンアウト1塁で井口を迎えますが、セカンドゴロ。この悪送球に気持ちが流行って井口までタッチアウト。あち、井口今夜も空回りです。逆にマリーンズは6回ランナー2人置いて初島。ホークス2人目木村のストレートをレフトスタンド上段に第3号スリーラン、一気に突き放します。ホークス井口は第3打席もランナーを置いて登場しますが、あえなく三振。これで井口4試合連続のヒット。ホークスは最終回に城島が第2号の上段ホームランを打ちますが、時すでに遅し。結局6対3でホークスが敗れ、ホークスは3連敗、マリーンズホークスともに5割になりました。